皆さんこんばんはそれではお時間になりましたので始めさせていただきます渡辺先生皆さんよろしいでしょうか本日は第8回オンラインメック食講演会にご参加いただき誠にありがとうございますこのメック食オンライン講演会は一人でも 多くの方に、そして、より広くメック職を伝えていき、生活習慣病の予防や医療費の削減に寄与する目的で開催させていただいております。本日、司会進行をさせていただきます。岸本愛と申します。どうぞよろしくお願いいたします。講演会を始める前に注意事項を申し上げます。講師の音声を鮮明にお届けいたしますので、 皆様の音声をミュートにさせていただきます。ご使用の端末により音声が聞き取りにくい場合がございます。イヤホンなどのご利用をお勧めいたします。講演終了後に質疑応答のお時間を設けております。え事前質問も合わせてチャット機能を活用してご質問をお願いいたします。本日のスケジュールです。この後、 8時40分まで渡辺先生のメック職講演会。40分から50分までを質疑応答の時間とし、その後次回のご案内をして9時終了の予定となっております。それでは渡辺先生のご紹介をさせていただきます。沖縄特集会小倉クリニック委員長渡辺信幸先生。 1963年、愛知県生まれ、名古屋大学医学部卒業後、沖縄県の総合病院に入職。4年間の研修を得た後、伊良部島や宮古島などの離島医療に従事します。離島では、脳卒中や心筋梗塞など、重篤な患者を救えないケースも少なくないため、予防医療に注目。2010年、 小倉クリニック院長に就任以来生活習慣病外来を運営し1万人以上の患者を肥満糖尿病高血圧をはじめとした生活習慣病の改善に成功させております命を安心して預けられる病院健康と生活を守る病院その理念のもと現在では市民への啓蒙のため 地元コミュニティ FM 列強でラジオパーソナリティを務めております数々のメディアにご出演されるなどその活躍の場を広められておりますそれでは本日のテーマです本日のテーマは医師が教える肉体美ダイエット美しい肉体は豊かな栄養 つまり栄養的に恵まれた人は健康になることを知っていたのでしょう。現代で言えばメック食です。今回の講演では肉体美とメック食の関係をお話しいたします。さあ、夏です。みんなで美しい筋肉体美、メック食と筋肉美。それではお待たせいたしました。渡辺先生、よろしくお願いいたします。 はい皆さん、こんにちはえ。沖縄特集会小倉クリニック、渡辺伸之です。最後までお聞きくださいね。えっと、今回はちょっとあの皆さん、緊急事態宣言と言いますかね、マンボウ、マンボウっていうのが発生されましたからね。それで ちょっとコロナウイルスに対する対策、これは私の方から述べさせていただきます。最後まで聞いてください。いはい、渡辺信之です。よろしくお願いいたします。今からスライドを準備させていただきます。<laughs> えー、こちらのスライドをご覧ください。えー、緊急提言、まあ。私が考えた皆さんへの緊急提言です。守ってください。この提言はね、誰でもが分かっていること、誰でもが事実と知っていること、これを踏まえて、分かりやすい、誰でもが実践できる提言です。 コロナウイルスにどう立ち向かっていくか、最後まで聞いてくださいね。はい、分かっている事実です。これが現在の日本の感染者の数です。いかがでしょうか、えー、新たな感染者数は5369名。まあ、これが、で現在、ぐーんと増えてきてますね。これはまあ事実でもう皆さんが分かっていることです。はい。 じゃあ、現在の感染数、死亡数はどうかということですけどね。どうでしょうか。感染者数はね、54万8000。さっきちょっと桁間違えましたね。感染数54万8000。死亡者が9737名。皆さん、9737名。やがて1万名に達しようとしています。この1万名というのは、 皆さん、交通事故による年間の死者が約3000名。交通事故による死者が年間3000名と言われております。対してコロナウイルスによる死,死亡は9737名。非常に多いです。また、この数字はね、ヨーロッパやアメリカ、ね、白人、まあいわゆるね、欧米人の 感染者、死亡者もさることながら、私たち日本人はアジアの一員、アジア人ですからね。では、東アジアの中で死亡者数はどうかと言いますと、日本は断トツに多いんですよ。つまり、アジア社会では日本だけが飛び抜けて多い9737名です。まあ、この,あの感染数、死亡数っていうのは、あの画面の右下にちっちゃく出ましたけどね。 グ、えーグルでコロナ感染数って調べれば出てきます。ですから皆さんご自分で中国、台湾、韓国、ね、の国の感染数、死亡数も調べてください。日本は東アジアでダントツに多いわけです。大変な事態になってます。はい、事実のみ感染症の蔓延を防ぐためにはどうすればいいか。 これはもう昔から分からっています昔はペストの流行もありました。ね、ペストもまあインフルエンザと言われております。さまざまなインフルエンザも流行しました。そこで一番有効な方法は閣議。閣議が一番大切なんです。つまり、ウイルスというのは人の体内でしか生きていけません。ですから、例えば私がコロナウイルスに感染するとします。 私は免疫力が強いですからねやがて自分で治してしまいますまあ2週間もあれば治ってしまうそうすると私は治ってその代わりコロナウイルスは体内からで死滅してしまうんです私が治るとウイルスは体内で死んでしまうこれなんですよで逆に免疫の弱い人 不幸にも免疫の弱い人に感染します <laughs> そしたら不幸にも死亡します。<laughs> そうすると、その人の死亡とともにウイルスも体内で死滅するんです。そうなんです,ですから、ウイルスというのは人から人に乗り移らなければ生きていけない。ですから、例えば私がうつった、私にうつった、私は免疫力が強いから、2週間じっと誰にも会わずに過ごした。 そしたらウイルスはここでおしまい万が一亡くないい人ががても、ウウイイルルススはそこでおしまいじゃあウイルスが広がるためにはどうするか簡単ですね。私が元気に感染して歩き回って人から人に移す移動して人に会うことによってウイルスはやったチャンスだって移っていくそうすると私の体内でウイルス私が治ってウイルスが死んでしまったとしても相手に移ってしまう。 でその人がまた2人3人と会ってしまったらうつってしまうつまり皆さん事実ですウイルスは確認これが一番大切あと最近では検査ができますねこの検査ができればもっといいんですよだってウイルスは症状のない人もあの体内にいるといいますからね知らず知らずにうつすということがあるんですが検査して自分がウイルスがいるよと分かったら 自分は閉じこもる体力があって、ね、免疫力があるんだったらあるいは医師の判断で大丈夫と判断された人は2週間じっと閉じこもる家でね焼肉でも食べながらね家でじっとしているそしたらウイルスは体内で死んでしまうわけですだから検査して陽性だったら確認これなんですで最近では検査 PCR できるようになってますからねですからこの検査と確認 あともう一つはワクチン。ワクチンもね、最近は医療従事者のワクチンが始まりました。ね、世界中でもワクチンが始まっています。まあ、日本の総理大臣とかアメリカの大統領もワクチンを接種しています。アメリカの総理大臣がワクチン接種しています。医療従事者もワクチン接種としています。私も2回のワクチンの接種も終えています。つまり、私もワクチンのことはいろいろ調べました。ですけど、 私より知識のある先生方、注射しています。アメリカの大統領、多分ね、世界で一番大切な人に入ってるかと思いますけどね、その人が打った。だから私も打ちました。ですから、ワクチンもまあこれからの効果、これから効果があるかないかっていうのは、まあ、出てくるか、まあ、出てくると、出てくると思いますけどね、まあ、ワクチンも効果がある。 これもまあ事実に含めていいかと思います。はい。そうしますと、現在の日本では検査と隔離が十分になされていない。これが現状です。だから事実として最初に表を出しました。感染数、死亡数が増えているんです。だからコロナウイルスが増えることはもう止めようがない。それが現状。もう何をやっても。 難しいと思います。しかも去年と同じことでは無理です。とすると残された方法は自分の身を守ること。自分の免疫力を高める。これなんですよ。自分の免疫力を高める。これしかない。だってワクチンは薬がない。自分で治すしかないんです。はい。事実3。これも事実です。動物性タンパク質。 動物性タンパク質でできたガンマーグロブリンこのガンマーグロブリンというのは私たちが体内で作るんですもちろんタンパク質ですこのグロブリンが抗体として生体防御に働いているつまり私たちは体内でガンマーグロブリン抗体というタンパク質を作ってるんですこれが生体防御に働いているこれも事実ですだから免疫力の強い人は放っといても治る 治る、ほっといても治る免疫力があるからです。つまり、ガンマグロブリン、タンパク質でできてるんです。これも皆さん、事実です。はい。皆さん、この病気、聞いたことありますか ?PEM。PEM。E M P e M まあ、英語でプロテイン、それからエネルギー。プロテイン、エネルギー、マルニュートリーション。直訳すると、 プロテイン、タンパク質、エネルギー、エネルギー、マルニュートビデーション、栄養失調、つまり、タンパク、エネルギー、欠乏症という病気があるんです、皆さん。タンパク、エネルギー、欠乏症というのがあるんですよ。ね、こうした病気がで。この病気の症状は、まさに免疫が弱い、つまり感染症のリスクが増える。 リンパ球の働きも悪くなるつまり PM という病気は疾患として PM、疾患としてあるんです。タンパク質とエネルギーが足りないとよくないですよ。しかも免疫力がよくないですよ。これも分かっている事実なんですね、皆さん。大変なことです、タンパク質、エネルギー。免疫力にはね、エネルギーも必要なんです、ね、皆さん。エネルギーも。 はい。事実の4。三大栄養という言葉があります。つまり私たちはエネルギーがないと生きていけない。これは常識。だから3つの栄養素が大切だってします。エネルギーになる食べ物。これは3つしかありません。タンパク質、脂質、炭水化物。で、エネルギーで言いますと、タンパク質は 1g で 4kcal。脂質、9kcal。 炭水化物4キロ c a l そうしますとどうでしょうかタンパクエネルギー欠乏症これにぴったりな要素はもちろんタンパクエネルギー欠乏症タンパク質ですだからまず食べるべきはタンパク質なんですしかもエネルギーもあるですから皆さん感染症のリスク つまり、タンパクトエネルギーがなければいけない。またタンパク質を食べれば、ガンマークロブリン。食べたタンパク質で作られるガンマークロブリン。この二つが、コロナウイルスに打ち勝つ方法の一つです。他は、まあ、これからの研究に任せたいと思いますが、今、私たちができること、これです。緊急提言。 皆さんお分かりいただけましたか今私たちができる、誰でもどこでもできるんです。食べるだけ。タンパク質を食べて、またエネルギーも補う。これが皆さん実は今日のテーマに、本当のテーマになってます。メック食。ミートエッグチーズ。肉卵チーズ。メック。つまり、肉、卵、チーズは動物性の タンパク質なんですコロナウイルス対策はタンパク質たくさん食べてエネルギーを身につけることそうしますと厚生労働省はタンパク質どれぐらい食べればいいか、ね、体を維持するのに必要なたんぱく質動物性タンパク質は1日 100g は食べなさいと言っています動物性タンパク 100g でこの 100g と言いますとね 前もお話ししましたけど、1日2 0 0 0カロリーのエネルギーで働いている、動いている女性は1 0 0ムなんです。つまり、事務職の人で、ね、普通に生きている女性の方は1 0 0ムだから、もっと活動的な女性は増やさなきゃいけないし、男性はもっと増やす。ですから、私はこの1 0 0ムをすべての人、すべての成人の最低限と決めています。1 0 0ム食べてください。 じゃあ1 0 0ム実際の食事でするとどれだけになるか、まあ、皆さんお分かりですねここの上のところに出ています卵3つチーズ <laughs> 丸々して1個肉2 0 0ムこれでタンパク質1 0 0ムです覚えてくださいちなみに動物性タンパクと言いったらもう肉卵チーズこれぐらいしかないですよねこれしかないんです まあ逆にね、チーズが嫌いになる人は卵を増やしてもいいし、あるいは肉で増やしてもいい。つまり、これで覚えてください。卵1個7グラム。卵1個7グラムです。ですから、私は卵だけでいいわって方はね、卵15個食べてください。そしたら100グラム加えます。いや、でもね、卵15個は大変だっていう人は、チーズ1切れ5グラム。で、肉、 肉はね、皆さん分かりやすいように2 0 0ムにしました。なぜかって言ったら最近のステーキはね、2 0 0ムぐらいあるんですよ。だその大きさの肉と見てください。チキンでも豚でもね。厳密に言えば違いますよ。だけど、僕たちが覚えるためにはね、2 0 0ムの肉と覚えてステーキ、ね。これ食べると5 0ムそうなんです。そうすると、卵、チーズ、肉合わせて1 0 0ムになればいいからね。卵3個。 チーズ6個。肉200で50合わせて100これだけ覚えてください。覚えやすいです。これが食べなきゃいけないタンパク質です。いつでもどこでも誰でも覚えやすいですね。で、まあチーズが嫌いだって人は卵を増やせばいいしね。まああるいは肉、私は肉 500g も食べるわって人は、まあとりあえず肉 500g で安心してください。これがメックなんです。<laughs> 皆さんいかがでした今までの復習をしますとコロナウイルスは増え続けている死亡者も増え続けているテレビではいろんなこと言ってますある人はこう言ったあの人はこう言ったもう何をやっていいかわからないもう何がいいかわからないだけど基本に帰ってくださいタンパク質はガンマグロブリン免疫物質を作ります それから、タンパクとエネルギーが不足すると、感染しやすい。これだけでいいです、皆さん。まずは、この最低限、この事実から、タンパク質をたっぷり食べる。これだけはね覚えてください。ということで、ちょっと休憩でこれ、この画像が出てますけど、素晴らしいですね。僕もね、身近でお会いしたいんですけどね。なかなか、 まあ、日本に住んでたらいないんですけど、どうですよ肌が綺麗。すべすべですよ。本当あの、画面触りたいくらいですよね。足も長い、しても長い。これはね、実は世界で一番理事と言われている人たちなんです。筋肉質だしね、美しい。しかもね、この人はアフリカのナミビアってとこに住んでるんですけどね、砂漠ですよ。砂漠。 ぺん,ぺん草も生えないそこで現在は遊牧民として暮らしてるんです。遊牧民ですよ。農耕民じゃねえ。遊牧民で暮らしています。さあ、ここで、あもうお気づきになりましたね。今回のテーマ、肉体美。それから、タンパク質は感染症のところで、さっきね、お話ししましただけど、このタンパク質がまた肉体美につながってくるんです。 えー、こちら。こちらはあの、こういうね、素晴らしいホームページ、こういうページがあるんですね。で、そこから引用しましたけど、ちょっと皆さんと一緒にホームページ見れたら見てみましょうか。えー、っと、こちらになります。 あそうですなこれはもうホームページからの引用です。興味のある方はご覧ください、えー。要するにね、昔の人、少数民族が住んでるんですね。この人たち、三角民族ですよ。山の上に住んでるから、田んぼも畑もない。だけど、生き残っています。つまり、弓矢持ってますね。彼らこそ、狩猟民族。だから、病院もないようなところでもね、 昔から生き残ってるんです素晴らしいですね。はい、先ほど出てきました。これね、貧乏族というんですよ。こういうとこ歩いてるんですね。肌がつるってる子供もも、スプンポンでも元気。ね、女性も、ね、多分前から見たら、恥ずかしくて見れないかもね。あでも、素晴らしいです。ほら、どうですここも、ね、ペンペン靴も生えない、砂漠ですよ。 砂漠で、現在は遊牧民、だから大昔も遊牧民で暮らしてたんでしょうな。筋肉質で。で、私たちはやはりね、このようなスタイルに憧れるわけですよ。究極の肉体美はね、狩猟民族。これで間違いないと思いますね。じゃあ、この人たち何を食べているでしょうか。ね、農業しませんよ。 で現在のね、えー、この人たちね、現在の貧乏族の調査によりますと、まあ、高知、ね、耕してやってるのは、ね、土地の1%。1%。だけど遊牧で使ってる土地,土地は、ね、58%あります。だから穀物っていうのは、ね、何もない時に、ね、トウモロコシを食べている。このような話もありますが、週に1回は肉を食べる。そういうことですな。 まあここでは穀物は食べれないからおそらく穀物を誰かが持ち込んだ可能性がありますけど素晴らしいですね。まあ、こういう先住民族たち素晴らしいです筋肉質これがおそらくまあ肉体美と言われるでしょうねはい、えー、ここでちょっとスライドを戻しますね。 あちょっとごめんなさい、もう一度やり直しますね。まあでも今の,あのホームページが休憩になったでしょうか。はい、ということで、まあ、このホームページ、これも先ほどね、遊牧民、貧、えー、馬族、キング職ではないんですよ、貧馬族、ね。はいといととうことで これは BBC のニュースから撮ってきた、ね、写真です。さあ皆さんこの写真見てください。気になるところ。はい。脂肪ですね。体脂肪。ですから私たちまずね、肉体美とかダイエットって言いますと、体脂肪を減らす。ね。ここに注目がいきます。だから、だ,だからといってね、無理に減らしてはダメですよ。ね。断食とかね、ダメですよ。 断食したら体が弱っちゃいますからね。抵抗力がない。コロナに感染してしまうで。またね、自然に減らすのがコツなんですよ。だから例えばね、脂肪を減らすサプリとかね、脂肪の吸収を抑えるサプリとか、そんなの全くいらないですよ。必要ないですよ。だって、そういうサプリ、必要がないですからね。効果があるサプリは薬になってますからね。効果がないサプリは単なる食品です。まあ、それはさておいて。 まあ、体脂肪、これが悩みの種なんですね。最後までお聞きくださいね。はい、じゃあまた事実からいきましょう。皆さんね、最近いろんなコ、あのー、マーシャルとか、サプリのコマーシャルとかね、あるいは友達によってはねなんだ、何とか食べたら痩せるとかね、玄米酵素がいいとかね、いろいろいますよね。 あるいは脂肪を落とすためにはあれを食べたらいいよとねだけど、皆さん、そういう、まあ、じゃあねんというかね、まあ、まあいいや、そういう死因は、まあいいや、耳を貸さずに、今日は簡単に、単純な事実だけ、最初お話ししましたね、簡単な事実だけお話をします。まず、性科学的な事実。1 まあ炭水化物のことなんですけどね。炭水化物と言いますと、皆さん、穀物、果物、野菜、これ、刺してください。穀物,物、果物、野菜が炭水化物、つまり植物。なぜかって、植物は空気中の二酸化炭素、それから水、光を当てれば酸素と葡萄糖を作ります。炭酸ガス、水。だから炭水化物と言います。まあ、植物 これ基本的な事実です。読みますと、エネルギー需要を超えて摂取された炭水化物はすべて脂肪に変換され貯蔵される、はい。これが事実です。皆さん覚えてください。エネルギーで言い換えますと、エネルギーで使い切れなかった炭水化物は脂肪となって蓄えられる。はい、これが事実1。何者 タンパク肉が脂肪になるとか脂肪が脂肪になるそんな言葉じゃダメなんですよ炭水化物すべて炭水化物は糖に変換されるこれですはい次事実、はい、の2番あちなみにあの左があの出てるのが参考文献です、ね、これも控えて参考にしてください、はい、これも炭水化物ですけどねまあ 糖類の過剰摂取が肥満の原因となる、はい。ちゃんと書かれています。糖類の過剰摂取が肥満の原因となる、はい。肉を食べたら太る。油を食べたら太る。全く書かれていません。いかがですか、皆さん。事実だけを述べていきます。それから WHO は糖類の摂取量は総エネルギーの5%未満と勧告しています。 肥満を防ぐためには WHO は総エネルギーの5%炭水化物そうしますとまああのこれフリーのシュガーアメリカの文献なあ WHO だから英語で書いてあるんですけどね2 0 0 0キロカロリー食べてる女性は1 0 0キロカロリーですからね1 0 0キロカロリーといえばご飯茶碗で2分の1なんですまあこれあの食品に含まれる糖分 という形で英語は書いてるんですが、まあ、お米にも糖質は含まれるからね。その100キロカロリーは、ご飯茶碗1 2分のつまり、まあ、1日茶碗半分の糖質、炭水化物にしなさいと、厚生省は、WHO は勧告しております。はい、次、事実3。 今度、中性脂肪って言葉が出てきました。皆さん、中性脂肪をご存知ですね。健康診断で中性脂肪が高い。よく注意されるかと思います。で、また、中性脂肪っていうのはあの非常に使いやすいエネルギーだからね。常に血液の中で脂肪をエネルギーとして使うんですが、使い切れない脂肪、過剰な中性脂肪は皮下脂肪、内臓脂肪に蓄えられます。つまり、中性脂肪の過剰が肥満に結びつくんですが、 はい、事実の3、炭水化物から脂肪酸に置き換えると血清中性脂肪は優位に減少するか糖糖質の過剰摂取が中性脂肪がを上昇させる皆さん、いかがですか中性脂肪って、ね、脂肪が原因で上がったりするわけじゃないんですよ。また脂肪を減らしたら下がるわけじゃないんです。ここに書いてあるのが事実です炭水化物 つまり、穀物、果物、野菜、米、パン、そばから、脂肪に変えれば、ラード、ラードなどの油に変えれば、中性脂肪は下がると書かれているんです。これ、事実。それから、果物、糖質の過剰摂取は、中性脂肪が増えると書かれています。脂肪を食べ過ぎたら、中性脂肪が増えるなんてことはありません。はい、これが事実の3です。 はい。次。事実の4。炭水化物。ブドウ糖ですけどね。ブドウ糖がこの脂肪に変わるわけです。ですから、肝臓は必要に応じて体脂肪を利用して糖申請を行い、ブドウ糖を作っている。はい。事実です。炭水化物は 実は私たち肝臓で糖新生といってね肝臓とだか,から糖をブドウと作ってるんですよつまり三大栄養素タンパク、脂質炭水化物この3つはエネルギーとして使えるから必要な人には必要なんですが炭水化物のエネルギー糖質はね実は体内で作っているですから糖質どれだけ食べなきゃいけないってことは決められ ないんですだから食べなくてもいい人は別に食べなくても大丈夫糖質は自分で作ってるしそれよりもエネルギーはタンパク4キロカロリー脂質9キロカロリーエネルギーはタンパク脂質から補充してそれから糖質のエネルギーは必要に応じて作っちゃうこういうことですねこれが事実を4なんですそうしますと肥満の原因である脂肪は どこから来たかっていうのがもう皆さんお分かりですね。事実だけを述べているだけです。ということは、他の友達が空いたテレビが空いたというよりも、この簡単な事実だけで、皆さんまずは理解してください。はい、これですね。この写真を見たらお腹の脂肪が気になります。ね。だから余分な体脂肪は糖質からできるんです。 だから、脂肪を減らすのは難しいんです、ね。だってエネルギーに必要だから蓄えちゃった。じゃあどうすればいいか。エネルギーを使いつつ、余分な脂肪をため込まない。これがダイエットのコツなんです。しかも健康的に痩せます。だって食べながらですからね。糖質は控えて、タンパク質いっぱい食べればいいです。タンパク質 100g 食べますからね。 でタンパク質 100g 食べれば、私たちの体を維持することができる、こうなってますからね、健康的なダイエット。はい、そうすると、糖質がゼロのものを食べればいい、はい、おなじみの、また出てきました、ごめんなさい、肉、卵、チーズ、これは糖質がゼロなんです、皆さん。糖質がゼロの上に、タンパク質があるんですね。 うんやっぱこのような人。何回見てもいいですね。うん、まあなんか <laughs> 嬉しくなっちゃいますけどね。ですから筋肉美。美しいです。僕ほんとさっきから美しい美しいって言ってるけど、なぜ美しいのか、ね。つまり筋肉っていうのはね、タンパク質から作られるんですよ。筋肉、タンパク質。そうすると筋肉が美しい人はね、 タンパク質をたっぷり食べてるわけですよ。タンパク質を食べるってことはね、例えば男性だったら狩りをするんですよ。狩りをして動物を捕まえる能力に長けた人。ね、タンパク質いっぱい食べて筋肉がつ,つまり健康ですよね。健康でもしかしたらお金持ち裕福かもしれませんね。ですから筋肉を病みで憧れるっていうのはね、やはりタンパク質の摂取。 タンパク質をいいっぱい食べてる人は健康だなこういうことから私たちは思うんでしょうね。こういうことです。でタンパク質はあと、まあ、これも事実ですけどね体体の重要な抗生成分体を作るんですよつまり三大栄養素のタンパク質質っていうのは体を作る材料だけど炭水化物はねただのエネルギーでしかないんです。 炭水化物から体を作ることは不可能なんです。エネルギーだからね。ですからタンパク質をたくさん取る。髪、お肌、内臓、筋肉。体のすべてはタンパク質で作られる。ですからタンパク質を食べて髪の毛がきれいになる。肌がきれいになる。当たり前ですよね。作ってるから。でしかもエネルギーになる。これがタンパク質の事実です。はい。ですから、 もう一つね、タンパク質の維持必要量は、この左の本にも書いてありますけど、良質な動物性タンパクで食べましょうとなってます。でさかタンパク質といえばね、動物性タンパクなんです。ちなみに、タンパク質を漢字で書くとね、タンパク質のタン、これはどんな意味か。卵ですね。台湾、中国語でタンパク質のタンは、卵と読むんです。ですから、ちょっと注意してほしいんですけどね。 植物性タンパクはタンパク質とカウントしないカウントしないでくださいタンパク質は動物性タンパクでカウントしてくださいだってね昔の日本ならいざ知らず今の日本はねちゃんとスーパーで肉も卵もチーズ動物性タンパク買えるんですよしかも卵1パック買って200円です200円ねそれで動物性タンパク食べられないってちょっと いくないですから昔はね植物性タンパク必要だったかもしれませんが現代は質の良い動物性タンパク卵が買えちゃう時代ですですから動物性タンパクでカウントしてくださいだから大用肉代用肉も良くないですよ植物タンパクね大豆タンパクから作りますからねでちなみにね大豆っていうのは内緒ですよ イソフラボンという発がん物質が入っています。まあ、これは別の機会にお話ししましょうね。はい。まあ、これも事実ですな。タンパク質の過剰症はない。タンパク質は過剰症はないと報告されています。それから、タンパク質の欠乏症は過塩を加っています。タンパク質単独ですよ。タンパク質が足りないだけで栄養失調になるんです。 栄養失調といえば昔のご先祖様から言えば病気不健康なんですだからタンパクがいっぱいある人は健康タンパクが足りない人は病気タンパクがいっぱいある人は筋肉質美しいこうなりますねですからこれです見た目がいい人私たちはなぜか憧れますよねきれいな人に憧れるなぜかって言ったら昔々はそれが 健康だったんです現代のようにね医学とか科学が発展した時はねあの、まあ、食事の代わりに何か健康になる他の薬とか注射とかあるかもしれませんけど大昔はね病院も薬も何もなかったから自分の好きな自分の相手がね健康かどうか見極めるためには筋肉質で見るしかないしかもまた美しく見えるだから美しい人についてっちゃえばね、えー、子孫肺子供も産める。 まあそうやって私たちは生き延びてきたんでしょうな、はいえー。こういう方たちね、実際会いに行きたいんですけど、これだけコロナが蔓延してるとね、日本人の入国は拒否となる時代が来て、行けなくなるかもしれませんね。こういう人たち、えーね、コロナウイルスに打ち勝てるか、どうでしょうかね。 ということで、ま,あ、またこの写真何,何回、何時間も見て、拡大したりして、えー、見てみたいんですけどね、間近で見たら僕より背が高いでしょうね。うということで、答えは、ね、メックなんです。タンパク質。またこれ、くどい、くどいよ、出てきて、もう覚えてくださいね。卵3つ、チーズ6個、肉 200g で 100g。これ、最低限で、ね、メック食。肉卵チーズ、メック。これです。 もう時間になりましてね、えー、8時40分。次回は5月に続く。ぜひ、えー、5月も皆さんにお会いできる日を楽しみにしております。それまでね、感染症、コロナウイルス、今できた簡単な事実の積み上げでできる方法、肉玉子チーズを食べること、これ間違いないですからね、ぜひ実践してください。 ということでスライドを終わらせていただきます。はい、下本さんにつなぎたいと思います。はい、お田辺先生、はい、ありがとうございました。はい、いや、生物学的な事実に基づく栄養であったりね、あの感染症対策からまたこう健康的なダイエットで筋肉美っていうまあ流れでね。はいね 皆様いかがだったでしょうか夏まで筋肉体美になるご自身がイメージできたのではないでしょうかはい。それではですね、えー、ここから質疑応答のお時間とさせていただきます。はい、事前の,あの質問も合わせてですね、あの今講演を聞いて、あとまたの質問がある方はあのチャットの方にあの、はい、コメントいただければ、順次ですね、お答えして い、えー、きたいと思いますちょっとお時間の都合上ですねお答えできない場合はあのまた追って渡辺先生のメルマガ等で回答していきますので、えー、ご了承のほどよろしくお願いいたしますでは先生チャットの方ですねどしどしとご質問をいただいておりますので、はい、読み上げていきますねちょっと待ってます まず一つ目ネック食だけだと食物繊維が足りず便秘になるような印象を受けるのですがその辺は大丈夫でしょうかはいお答えします便秘というのは便が大きいとかね便が硬い、まあ、それで便を出し,出しにくくなった状態ですそうしますと食物繊維、ね、野菜野菜例えば芋食物繊維がありますねごぼう それからキノコ、海藻、このようにね、食物繊維が多いものは、当然人は食物繊維は消化できませんから、便が大きくなります。それが便秘のもとになるんです。それから便が硬い、出にくい、これ油が不足なんです。ですから、便秘を解消したければ、まず油をたくさん取る。油をたくさん取る。ラード、バターで大丈夫です。で、油をたくさん取るんだったら、で食物繊維を減らすんであれば、 肉でいいんですよ、ね。だから肉をたっぷり食べる、脂身付きの肉をたっぷり食べれば、便秘は解消します。ぜひ試してください。ええー、って言うかもしれませんがね、便が出るまでは、あ穀物、果物、野菜を控えて、肉ばっかり食べて様子を見てくださいね。 声がちょっと。はい、失礼いたしました。ありがとうございます。はい、続いての質問です。えクローン病で下痢をしやすいのですが、大丈夫でしょうか理想的な朝、昼、夕の食事を教えてください。朝は簡単なもの、昼はコンビニで買えるもの、夜は家で作るものがいいです。あまりお金をかけず、手間をかけずにできますかまた、毎日それを食べ続けても害はないのでしょうか 分かりましたクローン病というのはね、えー、何かしらの原因で腸の、ね、粘膜がねもうまあボロボロになるという表現でいいかと思います。ですから当然吸収も良くなくて下痢もします。ところが腸の粘膜っていうのはタンパク質でできてるんですよ。だから基本的にはタンパク質不足でクローン病になる。タンパクが足りないしかも動物性タンパクが足りないとクローン病になります。 じゃあ、タンパク質が足りない原因は何か実は、野菜なんですね。野菜を過度に食べますとね、タンパク不足になりますから、腸粘膜もね、あの病気になりやすい、これが一つです。そうしますと、何を食べればいいかということですからね、まずは野菜、これ、食物繊維がね、腸の粘膜を刺激しますからね、野菜は控えて、野菜を食べるとしたら30回かも、ね。しかも火を通して。 炒めて柔らかくして火を通して30回噛んで食べてください。それでも腸の粘膜を傷つけたくないという時はね、皆さん肉、卵、チーズなんです。肉、卵、チーズは食物繊維がないから腸への刺激は実はないんです。で、タンパク質を食べていただくんだけど、いきなりたくさんは吸収ができません。これまた下痢の原因になりますからね。少しずつ少ししずずつつ 下痢をししないい程度に増やしていくんですだから朝昼晩と決まった時間に食べる必要はありません、ね。腸は朝昼晩考えて活動してるわけじゃないですけどね。だから起きて小腹が空いたら水分を摂取しながら消化のいいものを食べます。朝ごはんって言ってどっさり作る必要はありません。おすすめするのは卵やチーズです。一口食べてよく噛む。 一口よく噛む。で、卵なんかもね、ゆっくりゆっくり腸の具合を食べながら、あ、腸の具合を見ながら、下痢の具合を見ながら食べていくんです。昼までかかってもかまいません。昼まで卵2つ、ゆっくりゆっくり食べてもかまいません。決まった時間にドンと食べるのが腸の負担になりますからね。ですから、例えば朝は卵2つとかね、それを少しずつ増やす。で、卵1パック200円。 ですからねまあ、昼も卵、<laughs> 夜も卵、まあ、タンパク質で、卵で飽きたらチーズでもいいです。少しずつね。で腸の様子が落ち着いたらお肉でもいいんですよ。ね、肉もよく噛んで、で脂身も食べるで。脂に含まれているコレステロールというのが、ね、組織の修復に必要なんですよ。コレステロールが、ね、お肌の粘膜を修復しますからね。ですからコレステロールなんか全く気にしない。ラード、バター食べていいですからね。 そのように徐々に徐々に、まあ、メック、これを少しずつ時間関係なく増やしていけばいいです。で、これで答えになります。安いのは卵。ね、コンビニでも卵、ね。あるいはささみチキンとか売ってますからね。コンビニでチーズ。まあ、このような答えでよろしいでしょうか。コツはね、えまずは野菜、ね、穀物、果物、野菜、消化に悪いものを徐々に減らす。まあ、やめてしまってもいいですけどね。 よろしいでしょうか？はい、ありがとうございます。はい、続けていきますえー、検診で健康診断で脂質異常症と診断されました。メック職を続けていいでしょうか？はい、これさっきの話で出てまいりましたね。脂質異常症。例えば中性脂肪が高い。この中性脂肪っていうのはね。私から言えば。メックをすると下がる。今こう決まってるんです。 で炭水化物を食べると爆上がりする。ですから、患者さんにね、あ,あなたね、昨日おとつい、果物、ご飯食べたでしょって言ったら当たるんです。つまり言いました。事実をお話しします。中性脂肪は炭水化物を油に変えると減少します。つまり、米、パン、そば、果物ね、これを肉に変えると中性脂肪は下がります。 それから、果物、米などの糖質を過剰に摂ると中性脂肪がかかります。これが事実。それからコレステロール。コレステロールというのは体内で合成される分がほとんどです。8割ぐらい。ですから、自分ではコントロールしようがない。こういう面もあります。ですから、コレステロールは体の組織の修復のために必要ですから、何か他の疾患がある方、あるいは甲状腺疾患。 ある方はコレステロールが高めに出ますこれは組織を修復している証拠ですから卵を食べてコレステロールが増えるとかねラードを食べてコレステロールが増えるこれは生まれつきの脂質異常の方以外は食べて大丈夫ですタンパク質をたっぷり食べて体の修復が終わるとコレステロールは間違いなく下がってきますこれでよろしいでしょうかまずはあの中性脂肪が高い人は ほんと劇的に下がりますからね、試してください。はい、ありがとうございます。はい、続いて、154センチ女性の方からです。もともと51キロでしたが、21年間で約48キロ増えてしまいました。急激にここ10年くらいで増えている気がします。お酒、人間関係のストレス、うつ病、頭痛。 全部が悪い方へ進んでいます。辛いです。はい、えー、これもね、えー、ご本人が悪いんではないんですよ。ね、よく私たちは、肥満になるとね、本人のせいにする人が多いんです。で、本人のせいにするからね、辛い運動しなきゃダメだよ。おいしいの食べたらダメだよ。ってこうやってね、本人をいじめる傾向にあるんだけど、本人のせいではなくて、食べたものが悪いんですよ。 たったそれだけあるいは周りが悪いんですよ。肉食べたら太る、油食べたら太る、野菜食べなさい、米食べなさいって言うからね。ですから、まずは卵、肉、卵、チーズを少しずつ食べてください。よく噛んで食べてください。肉は美味しいです。ね、でしかも先ほど出てきましたねあの。感染予防のところでも出てきました。 あるいはメックのとこでも出てきました。まずはタンパク質1 0 0ムを食べてください。これが私たちの体を作るんです。で体を作っていけば空腹もなくなるんです。ですから、卵3つ、チーズピットパック、肉200、まずメックを進めて、それからカムカム30回をしてください。そうしますと肉の、肉肉は、ね、気分を明るくする、楽しくする、そういうあの作用もあります。 だから現に私のところでうつ病の患者さん帰っと待つけどねみんなあのメックしてあの油もいっぱい食べるとどん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 変わって笑顔になって痩せていきますぜひね自分のせいだと諦めずにねで運動もまだしなくていいですよ、ね、食べなきゃ動けないからねですから肉卵チーズを食べれる範囲から始めてください でまた次回の講演の時に質問いただいてもいいですし、ね、小倉クリニックに来ていただいてもいいです。まずは自分のせいにしない、肉卵チーズを食べるだけ30回噛んで、これを実践してください。いいいですすか、はいはい、ありがとうございま続いて、えー、と78歳の男性の方からです。 逆流性胃炎はメック食でよくなりますかはいメックでよくなりますはい。先ほどもお話ししました便秘のところでお話ししたけど消化が悪いのは食物繊維です私たち人間は腸の中に食物繊維を消化する酵素は持ってないんです牛はバイキンを飼ってますからね牛はお腹の中に食物繊維を分解するこバイキンを飼ってるから消化するんですけど 人間はね、そのような菌を飼ってない、消化が悪いんです。特にね、キャベツの戦撃とかね。で、そのような消化の悪いものを食べると、いつまでも胃の中にあるから、胃液が出てきて、その胃液が逆流する。これが逆流性食道炎です。ですから私、私、胃カメラもやってましたけどね、胃を除くでしょ。そうすると、夜9時以降食べちゃいけないって、これやってるにもかかわらず、胃の中にはね、米とか野菜が残ってますよ。 で肉は残ってない。こうなだから、イカめラやるとね、必ずね、米とかね、キュウリの種とかね、えーまあ、トマトの皮とかね、そんなの残っています。だから、食物繊維は消化が悪い。だから、胸焼けがする。だから、しばらくね、野菜をちょっと控えて、肉、卵、メックで様子を見てください。必ず良くなります。ただし、ね、ただし、もしかしたら胃がんとか食道がんがあるかも。 まあ、こういう方は検査してくださいね。少なくとも症状は治まります。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、続いて。突然の腰痛で悩んでいます。メック食で良くなるでしょうか。はい、まあ、突然の腰痛っていうのは、これ事故とか外傷に。まあ、入れていいんでしょうかね。あるいはぎっくり腰ね。で。 腰痛っていうのはやっぱりね痛みはどこから来るかって言ったら腰の筋肉と骨なんです筋肉と骨としたらメイクですよねですから整形外科関連の疾患は筋肉と骨を良くするつまり私たちの体はね一回作ったらそれではおしまいではないんですよ筋肉も壊して作る壊して作る骨もね壊して作る壊して作るこの壊して作る 全身を壊して作る、壊して作るというのが生きるということなんです。ね、で、壊して作るときに設計図が良ければ正しく作ります。だから急な腰痛で痛めたとしても、元々の腰痛のない人、元からの腰痛がない人は元通りになる。これが食べて治す。だからめくクて大丈夫です。めっこ続けて。特にね、私があの診察で言ってるのは、卵6個食べて、卵6個食べたらいいよ。 で確かにね、卵6個だと、整形外科関連は早く良くなっているケースが多いですよ。よろしいですか。はい、ありがとうございます。もう続いて、どんどんいきましょうね。<laughs> はい、<laughs> 先生、お茶飲む暇もないぐらいですけど。<laughs> は<い>いしゃ喋ってるから、喉が渇くんでね。<laughs> まあいいや。はい、お待たせしてだけます、はいえー。気軽にタンパク質を摂取したい場合、はい、市販のプロテイン飲料でもよろしいでしょうか。 えっと、例えばね、プロテインは、僕はね、プロテインはお金がかかる。ね。それからおいしくない。ですよね。で、プロテインって言ってもね、実は何が入ってるかよくわからないのね。工場で作ってるでしょで、大体粉末だよね。で、しかもプロテインはね、プロテインの栄養でしかない。ね。だから僕はね、プロテインを飲むよりは卵を飲みます。卵を食べます。じゃあ、プロテインと卵を比較しましょうね。 はい、卵、まず値段が安い。ね、それから見た目もお、ね、いしそうだ。で卵は、ね、プロテインだけじゃないんですよ。ね、ビタミン D、ね、ビタミン E、ね、それから脂肪、他にねいっぱいミネラルも、ね、いっぱい入ってるんです。卵は完全栄養食と言われますね。つまり卵はほとんどの栄養,食あの栄養成分が入ってるんです。ところがプロテインは、ね、表示された栄養成分だけ。 工場で作りますからねじゃあどちらが食べておいしくてボリュームがあって栄養満点かって言ったら卵なんです。まあ、ですが、まあ、一部の、ね、ベジタリアン、ね、あの植物タンパクしか食べれないとかさ、まあ、病気でどうしてもし食事が取れないって方は、まあ、プロテインでもいいかと思いますけどね、まあ、取らないよりはだけど普通の健康な人であればねプロテイン卵食べた方がいいし またレバー食べればね、ビタミン A も豊富だし、タンパク質もありますからね。ですから、私はプロテインよりも、普通の肉卵チーズをおすすめします。だって食事はおいしく食べたいですよね。はい、よろしいでしょうか。でも否定はしませんよ。はい。はい、ありがとうございます。はい ちょっと、えー、ここで最後の質問に行きたいと思います。あと2つ残っているので、ちょっとまとめて読み上げますので、<ー>はい、よろしくお願いします、えーと。1つがビタミン、ミネラルの摂取はどのように考えていますか、はい、それからレクチンを取りすぎると良くないと聞きました。自然の牧草を食べた牛がいいと聞きますが、値段が高いので日常では難しいです。 安くても、はい、タンパク質を取るために手ごろな金額を選んで食べている方が良いのでしょうかはい、えっと、最初は何だったっけビタミン、ミネラルの摂取はどのように考えていますかま例えばね、想像してください。ビタミン、ミネラルをサプリで取るとしましょう。そしたら一体何個を摂らなきゃだめでしょうかねまた未知のビタミン、ミネラルもありますよね。 うん、でところが卵を食べてください。卵は、ね、ビタミン C 以外は全て入っています。卵はビタミン C 以外のビタミン、ミネラル全て入っているんです。だからヒヨコが生まれてくる。ですから、ビタミン、ミネラルは、ね、まずは卵を食べてください。誰でも食べれる。で卵でほとんど全ての栄養素を取ってから、ね、もしかしたら私はビタミン C が足りないかもな。まあ 卵はビタミン C がないのが欠点だからね。あるいはね、もしかしたら私、ビタミン A が足りないのかもって考える方はあの、サプリとか取っていいんですが、サプリの取りすぎに注意しながら食べてください。ですから、ビタミンミネラルを食べるためには、まずは卵。であと、果物、野菜では、ね、ビタミン足りないですよ、ね。これは栄養成分表で調べてください。野菜のビタミンミネラルと卵のビタミンミネラル。 どっちが入ってるかって卵なんです、ね。だからメックをお腹いっぱい食べて、ビタミンを一通り揃えて、それから自分でいろいろ調べたりしてね、追加するのは大丈夫です。それからお肉、ね、グラスフェットがいいとかいろいろ言ってますでしょ。だけど皆さん、肉は肉です。牛、ね、乳肉でも牛は牛。牛、ね、乳肉、安いからどのこのって言うけど、 ブラジルの肉は悪いとか言ってる人もいるけどブラジル人は食べてますよ。ね、で牛は、ね、いろんな餌を食べて育つんです。それはね牧草を食べた牛はね、まあ、健康でバターもおいしいとか言いますけど僕そんなお金がないからね普通のスーパーの肉食べてますよ。で逆に和牛,和牛はね脂っぽくて臭くて嫌だしね。だからまずね皆さんねタンパク質はどの肉でも同じです。 味やなんか風味で違いはあるかもしれないけどまずねメックは誰でも健康になれる方法で肉卵チーズでタンパク質は同じなんですよアミノ酸の組成はねだからまずはこだわらずにたっぷり食べて味覚を鍛えてくださいそれからブランドに走ったらいいですよ私はね グラスフェットがいいわって方は余裕のある方はそちらでも構いません。まあそのうちねそういう人は山奥行ってないのシしとか鉄砲で追ってくるかもしれませんけど僕はできませんからねスーパーの肉で満足しています。よろしいですか はい、ありがとうございました。ご質問はここまでとなります。先生、ご質問した方からですね、またコメントをいただいておりますので、はい紹介させていただきます。はい、お答えいただきありがとうございました。とっても嬉しいです。なかなかメック食にする勇気が出なかったのですが、少しずつ頑張っていこうと思います。食物繊維が便秘の原因とは知りませんでした。お答えください。ありがとうございました。 卵が完全栄養成分、鍋分納得ありがとうございます。などなどですね、いろいろいただいておりますので、またチャットの方、ご覧になってみてください。はいえー、とではですね、あの最後に先生、ありがとうございました。質疑応答のお時間は以上となります。では、最後にですね、ご案内の方をさせていただきます。画面を共有しますね。 はい。えっと、このメックショッオンライン講演会はですね、毎月第4木曜日の夜8時から定期開催をしております。メルマガ会員様限定で無料公開となっておりますので、まあ、お友達やご家族の皆様にお声掛けしてですね、より多くの方がご参加できるようによろしくお願いいたします。はい。 それから、えー、本日の参加者様のご特典としまして、えー、本日限定でですね、えー、先生の書籍を購入いただいた方には、安、えー、んだかし糖質ゼロの沖縄生まれのおやつ、保存料、添加物は一切使っていない安んだしを1袋プレゼントしておりますので、えー、渡辺先生の直筆サイン入りは。 ここ、つくつくショップのみとなっておりますので、この機会にぜひお,お買い求めください。はい、では、えー、っと。 はいすいません息子も一緒にですが、はい、本日の講演は、えー、これをもちまして、えー、全日程を終了といたしますでは最後に先生の方からご挨拶をいただいて、えー、終了といたしますはい、はいえー、皆さん最後まで、えー、お聴きいただきありがとうございます、えー、メックショックというのはねさまざまな可能性を秘めておりますまたあー基礎 分かっている事実を積み重ねてその中から最もシンプルな健康法は何かこのように考えております。ですけど基本的なことは簡単なことそれを基準にいつでもどこでも誰でもが実践できる健康法です。皆さんもぜひ実践して良かったこと悪かったことなどあれば感想をお聞かせくださいね。 それではまた皆さん来月の公演でお会いしましょう。バイバイ。はい、ありがとうございました。さようなら。